お、出た。これピエリですね。ピエリ森山ですね。ピエリもだいぶテナント入りましたね。昔はすっごい一時期ゴーストタウン化してましたもんね。本気ネーターがあるんだ。ADSH なあれですよね。ドイツのチャックみたいなやつでしたっけ？違ったっけ？それがそうでしたかね。オートモービルドイチェコミューンなんとかみたいな。確か。ドイツ語のね。で、これで、琵琶湖を走ら、100メートル先、琵琶湖大橋東詰めを右方向です。右側2車線を使用します。この方はい。撮ってもらいながら、めちゃくちゃ厳選して、でも真っ赤も一応掘ります。来たのに、あま、右方向です。なんか耳につけるやつ。1キロメートル道なりです。さしてあるような。おお、これで、琵琶湖。うわあ、大西ビー。これは催眠具が。うわあ、80円でいいの？安っ。あ、もうこれでも買ってぐらい眩しいね。およそ500メートル先、あ、なんてこんなってぐらい眩しいね。しかも、ETC まで聞くか。80円って安いね。目的地は右側です。お疲れ様でした。そこに設定されたんだ。その真ん中なんですよ、僕は。いやー。わあ、まぶしい。とかどうやって編集しような、まぶしいよね。いや、タイトルで日光注意にしよう。あ、飯食ってこう。あ、待てよ。天一もあるな。なんか文句あったね。天一もいいな。まあ、天一は、まだ遅くまで来てますから、一旦ね。ありがとう、しよう。ございました。はい、行ってみたらね、すごい、ここがあるようなところ。テラスがありましたもんね、ここ。ご飯が食えるところでやっていきましょう。
コメプラス。うん、もう閉まってましたね。いなかったよな。さて、どうしたものか。まあ、適当に行くか。1階だから、最後の方ぐるっと回りながら、どっか飯食うところ探すか。もう普通に配信だと聞きながらやっていきます。やっぱ京都の方戻ってこう考えたら、鶴田まで行ったら鶴田から帰ってこえなかったな。